ハラミンです。はい、ということで本日は、はい、コンビニのね、寿司を買ってきたんですけど、これがミニストップの寿司で、こっちがファミマの握り寿司なんだけど、本当はね、ぶっちゃけるとね、ローソンにも握り寿司があるっていう情報をまあゲットしていまして、まあこの近くの地元のローソンを駆けずり回りまして、多分ね3日間ぐらい、朝の時間、夜の時間、こうなんか入荷してくるあれあるじゃん、あれあるから、3日ぐらい探してローソン行って寿司探したんだけど、なくて、ファミマが3日目の今日やっと昼の時間に行ったら1個だけあって、ファミマはゲットしたんですよ。でミニストップはいつもあるってのは知ってたからミニストップ行ったんだけど、本当はファミマとローソンとミニストップ3つ食べ比べがしたかったんですよ。コンビニの寿司食べ比べっていう動画が撮りたかったんだけど、ローソンさんが私の近所で売ってなかったということで、今回はローソンさんはなしということでございまして、もしね、お近くのローソンで、握り寿司見つけましたって方が いらっしゃったらちょっとねコメントとか DM いただきたいんですけども、はい、見てください。どっちもね、どっちもじゃねえよ。これ582円、税込み628円、ファミマは。はい、で、ミニストップの方が598円、税込み645円ですね、はい。で、ローソンもね、確かね、598円だった気がする。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10巻でしょ。ファミマは10巻でしょ。ローソンはね、8巻だったんですよ。確か。8巻で、ファミマが10巻。で、ミニストップが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、10巻だ。ミニストップ10巻、ファミマ10巻、ローソンが8巻だそうです。で、入ってるネタ、サーモン、ハラス、で、イカ、これしめサバかな？しめサバ、エビ、ボイルしたエビ、ミニストップの方にはエビがありません。で、卵、アナゴ、で、軍艦のネギトロで、これがファミマの、これがなんだ、これなんだ、アジかな、アジ的なのがあって、ミニストップにはタコがあって、で、謎のこのなんかカニカマみたいなのがあって、ファミマはミニストップね、これなんですかね、これビンチョウマグロ的なやつですかね。ちょっとネタもね結構バラバラでございますけども、ちょっとこれ食べ比べていきたいと思いますが、風呂上がりでございますので、ビアを、まずは乾杯。うまい。ちょっと待って、ちょっと暑いから扇風機つけさせてください。このポーって音は扇風機の音です。魚が減った。いただきます。どうすっか、まあ、卵からだな、まあ、食べ比べって言ってもそんな上手な食べ比べての食レポなんて私はできませんので、多分どっちも美味しいですから、どっちもうまいって言います。はい、うん、あ、うまい。お腹空いてるからうめんすよ。うん、味に変わりはないです。そうです、味に変わりはないです。どっちも美味しいです。あ、いや、ミニストップにはタイがいる。タイが。私はじゃあ赤身から攻めたいんですけど、ここでサーモンにわさびをつけて、サーモンに醤油をつけて食うと、サーモンは赤身じゃねえってコメントは絶対来るので、いいんです。色味で判断してるから。うまい。じゃあミニストップのサーモン、うまいですから基本、最近のコンビニの飯っていうのは何でも。ただちょっとファミマの方が大ぶりだな、ネタが。うん、ミニストップの方が肉厚でしたね今。あとファミマの方が冷たいですね。それは多分私がファミマの寿司を午前中に買ってきて、ずっと冷蔵庫に入れといたからっていう。ファミマのはさっき、あ、ミニストップはさっき買ってきたんで、その違いですね。焼きハラス的な、これ焼きハラス的なことですか。こいつは焼きハラス的なことですね。こいつは
油の甘みがねふわーって広がりますね、お口の中に。さあ今度はファミマの焼きハラステーキ、あっという間だな、腹減ってっかな。うん、どっちもあれどっちも同じ味がするだけど同じ職人さんが握ってる同じ職人さんが握ったのをパッケージで変えてこれ出荷してるんですかね。こっちにも入ってるネギトロいこうか。ネギトロはね若干色味が違いますから、これ味の変化あるんじゃないですか。まずミニストップから。うん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 、うまいですね、ネギトロうまいですね。じゃ続きましてファミマのネギトロ、ちょっと色味が変わりましたね。これは同じ職人さん握ってないですよきっと。ネギトロはミニストップに軍配かな。ちょっと乗ってきちゃったかな。もう一本飲むか。よいしょ。よいしょっと。日本酒にしたわ。視聴者さんがねたくさん日本酒を送ってくださるのでね、冷蔵庫にキンキンにいっぱい冷えてるんですけど、これは辛口純米酒、有機の酒、ブユ、ムロッカ、原酒、生酒。こういうのをね、たくさんいただけます。で、こういうのをメンバーシップ限定の生放送でチビチビ飲みながら喋ったりとかしてるんで、もし生放送見たいよって方はメンバーシップ概要欄から入れますのでね。あ、いいですね。寿司に日本酒は最高ですね。そうで、ちょっとね、みんなに助けてもらいたい、助けてください案件が世界の中心です、愛を叫ぶ案件がありまして、助けてください案件がありまして、ぜひ皆さんのお力をお借りしたいんですけど、こっからですね、私9月、10月、11月もかな、9月、10月、11月と全国ツアー行くんですよ。全国ツアー行くんですけど、そう、ハラミンさん全国ツアーが開始されるんですけど、桜坂と日向坂のね全国ツアー、本当に全国行くんですけど、当たってるもんですから。今のところですね、当たってるのが神戸、福岡、広島、宮城なんですよ。これ当たってまして、で行くじゃないですか、全国ツアーライブ行くじゃないですか。で大体17時半とかから始まるのかな。平日だったら何だったら18時ぐらいから始まって、そうすると終わんのが18時から始まっちゃうと、終わんのが20時とか20時半なんですよ。で帰省退場も含めてホテル付近に宿付近にたどり着けるのがもう21時とか21時半になっちゃうんですけど、まあ神戸、福岡、広島、宮城だとそんなことないかも分かんないけど、ちょっとこの前まで行ってた河口湖付近だと21時半とか22時だともうお店閉まってるんですよ。だからどうしたってコンビニ飲みになっちゃうんですけど、やっぱこの神戸、福岡、広島、宮城なんてこのうまいものしかない土地じゃないですか。満喫したいんですよ。なのでちょっとこの神戸付近、福岡付近、広島付近、宮城付近に住まわれてる方、お住まいの方にですね、おすすめの居酒屋とかおすすめのうまい飯をですね、ちょっとぜひとも教えていただきたくて、神戸が三宮付近に泊まるんですよ。で福岡が小倉付近に泊まるんです。で広島は広島駅付近で、宮城は、仙台駅付近に泊まるんですけど、もうここは行った方がいいっすみたいなのがもしあれば、ぜひ、私は今からファミマのちょっとしめ鯖を食べますので、その隙にですね、ちょっと皆さんコメントを。うまい。比較的遅くまで、まあ遅くまでやってなくて、でもやってた方がいいかな。やっぱね、地方に行った時のその土地の飯酒っていうのがもう楽しみすぎて、本当に地方行った時の、俺もよく出張で行ったけど各地方、
飯うまいわ。俺好きなの岡山。岡山って思うじゃんみんな。岡山あのね、語弊があるよ。俺が言ってんじゃないよ。こう岡山なんか何があるんですかってみんな思うじゃん。なんもなさそうじゃないですかって岡山思うじゃん。岡山飯うめんだよ。なんでなんだろう、わかんない今考えてみたけど全然わかんなかったんだけど、岡山ね飯うめんだよ。あれなんでなんだろうな。2回ぐらい行ってんすよ岡山。いや2回はもっと行ってるから3回、いや2回か、2回岡山泊まってて2回とも飯うまくて、俺なんかね岡山駅周り、俺岡山って多分どっちも車で行ってんのかな。1回目は確実に車で行ってんの、東京から岡山までニコニコカーっていう謎の、その中から配信ができるって謎のドワンゴが持ってる車があるんですけど、それにずーっと乗って東京から岡山、まあゴールは福岡だったんですけど乗って行って、でゴール福岡で、で岡山に着いたらへんで、まあ、残念なことに地震があったじゃないですか福岡で、何年前だ、地震があった時にちょっとストップしてくれって本部から言われて、岡山で急遽やっと取ってくれって言われて、岡山でやっと取って泊まったんですけど、で急遽岡山で飯食うってなってフラッと入った居酒屋さんの飯がめちゃくちゃうまくて、なんかねあれもねうろ覚えなんだけど、岡山駅の前なのか、イオンあるじゃないですか、イオンあって、それ道路渡って裏行ったらなんか石畳の通りみたいなとこあって、そこを歩いてフラッと入った居酒屋さんがもうめちゃくちゃうまかったんだよな。あれ分かります、岡山の人見たらあそこですみたいなコメント欲しいんですけど、なんで岡山の話になったんだっけ全然覚えてないんだけど、岡山は良かったんで、だから地方の飯がうまいって話か。そう、地方の飯うまくて、だから三宮も行きますし、小倉も行くんですよ今回は。福岡じゃなくて、福岡なんだけど、あの博多じゃなくて小倉なんですよね、泊まるのが小倉なんですよ。小倉は初めて来ますね。小倉はうっちゃんなんちゃんの売りなりで、ホワイトビスケッツとブラックビスケッツが対決して、なんか車で、あれサイコロ振ってたのかな、なんか車でそこまでしか行けないみたいな、なんか多分サイコロ振った分しか進めないみたいな感じで、じゃあホワイトビスケッツ、ポケビだ、ポケビとブラックビスケッツ、ポケビが小倉に行ったのかな。それで小倉を初めて知った、小学生の時に。小倉ってところがあるんだ、であれ小倉って読むじゃん本当は、小倉じゃなくて小倉って読むんだっていうのを、あのポケビとブラビの対決で知った。そう、小倉、その小倉に行くんですよ。で福岡って多分 何食ってもうまいでしょ。それも偏見ですか、いい意味での偏見ですか。小倉もなんかうまいものがすごいありそうな匂いがプンプンしてるんですよ。あの桃鉄でも止まるし、小倉でもなんかここ小倉駅付近とかでここ行けみたいなのあったら教えてほしいんですよね。うん、いかんまい。で広島はね、広島はそれこそあれ日向か、日向坂のライブで広島公園に行きまして、ファミマのイカを食う。イカはミニストップかな。イカマスターの俺から言わせてもらうと、イカはミニストップですね。でもミニストップっていうかこれイオンだもんね。そう、広島は行かせてもらって、なんかあのフラット、それこそでもあれはね、広島駅からちょっと離れたところに宿を取ったんですけど、あのチンチン電車が走ってる大通りをずっと歩いてった先にある宿、ホテル取って。そこ泊まったんですけど、その途中にあるなんかいわゆるよくあるスペインバルみたいな、スペイン飲み屋みたいな、でもで牡蠣扱ってますみたいな、牡蠣とワインのスペインバルですみたいなところ行って、それも本当に食べるとか何も調べずにフラッと相手だから入ったんですよ。相手から入ったんだけど、まあうまいよね。なんかもうそういうところフラッと入って
さ、あこのお店当たりだみたいなのさ、めちゃくちゃ嬉しいよね。あいいお店見つけたなみたいな。でもそこはあのもう本当スペインイタリアンスペインだろうなあれはな。牡蠣をふんだんに使った料理がいっぱいあって、でね牡蠣もうまかったんだけどね、ワインがうまかったのよ。俺ワイン全然詳しくないし、別にワイン通でもなんでもないんだけど、なんかあの黒板にさ、おすすめのワインみたいな、冷えてますみたいな白ワインとか書いてあるじゃん。あれもじゃあこれくださいっつって、大体俺はそれ頼むんだけど、ワインわかんないから、もうそれ何あのワイン、白ワイン、冷えた白ワインと牡蠣っつうのはなんであんなに合うの。めちゃくちゃうまかったわ。もうその思い出の、その思い出、日向坂のライブ行って席良かったんですよ。日向坂のライブはあのメインステージからは全然遠かったんだけど、あの花道がバーってあって、花道の花道で言う最善だったの。もう ここに花道があるみたいな、目の前に花道あるみたいな。で俺ひよたん推しなんだけど、もうひよたんここにいるみたいな感じのめちゃくちゃいい席で、であめっちゃいいもん見たなっつって、帰り道にそのスペインバルがあって入って、でもその冷えた白ワインと牡蠣料理がうまかったな、ひよたんめっちゃ近くにいて可愛かったな、あと川田ひな可愛かったなっていう、川田とねひよたんがちょうどいたのよ。あとニブちゃんって生で見るとこんな可愛いのみたいな、やべえなって。ニブちゃんバチバチに可愛いじゃんみたいな。もうそう、そんな感じ。ニブちゃんはなんか若干ちょっとこうバラエティ番組とかだとなんかやーみたいな、なんかちょっとバラエティ寄りの子なんだけど、でも生で見た時のニブちゃんが、ニブちゃん、これニブちゃんみたいな、バチバチに可愛いですけどみたいな。まあ、日向はな、マジでな、本当に全員可愛いからな。やべ、誰がセンターになってもやれるぐらい全員可愛いからな、日向は。あいつらやべえからな、日向坂は。本当に、ビジュアルめちゃくちゃやばいですよ、日向坂。それが広島の思い出。で、仙台は我らが宇間美助さんがいらっしゃるので、宇間美助さんのとこの孫さんが、まあもともと俺がいたマックス村井チャンネルの視聴者で、でわざわざ連絡くれて宇間美助まで撮影に行きましたからね。でそこで俺たちは大暴れをして、あんなにうるせえ客は初めてだって言われたけど、あんなに楽しそうにしてる客も初めてだみたいな、あんなにうるせえ客始めたけどすげえ楽しそうにしてたからいいよみたいな。ちょっとそう、そんな感じに、そう仙台のね笹釜の旅っていうロケの動画があるので、そう宇間美助うまかった。だか仙台はもう宇間美助で、仙台こそ本当に何回も行ってっからな。はい、うまだから仙台も行ったらなんか牛タンになっちゃうじゃないですか。牛タンもう行くたんびに食べてるから、そろそろ牛タンじゃなくて、なんかもうここの居酒屋ここっすよ、ハラミさんみたいな、仙台駅のちょっとここ行ったところここっすよ、ここ行ってくださいみたいなとこあったらちょっと教えてほしいっす。コメントで教えてほしいっす。行くんで。うん、神戸も一回だけ行ったかな。神戸に行くん一回かな。姫路に行ったんですけど、姫路に一回行った、その前入りで神戸入って、神戸で泊まってみたいな。でその次の日あれ姫路で撮影だったかな。姫路はすごいよね。姫路駅からもうなんかまっすぐの道で向こうの方に姫路城が見えるもんね。あかっこいいよね姫路は。姫路行ったな。全国各地結構行って、いろんな思い出が、いい思い出がいっぱいありますね。最後にエビをいただきます。ということで皆さんのお力添えをいただき、私の全国ツアー飯ライフを完璧なものにしていきたいと思っておりますので、あとなんかそういうこと、こういった神戸、広島、仙台、小倉、福岡行ったら、居酒屋行ったら
もしあったらこの地酒を飲め、日本酒っすね、この地酒がもしあったらこれを飲めみたいな、これはこの土地の酒だぞみたいな、埼玉でいうとこの世界高みたいなさ、あったら飲めみたいな、もしあったらそれもコメント欄にてお寄せいただけると、日本酒好きなんでね、その土地の日本酒としめ鯖とか最高ですね。なんであんなしめ鯖ってうまいんだろうね最後しめ鯖がなんであんなにうまいのかっていう疑問を問題提起して終わりたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。軍配は甲乙つけ方し。